招かれざる巨大仕事だ。お客さんが来たみたい。
何とか。
招かれざる者。剣女盤石。やっぱり。かかれ。いただきます。糸よ、到着せよ。お客さんが来たみたい。捕まえた。終わりね。撤収。かかる。急がなくてもいいのよ。よっ。はっ。もらって。初期間の仕事はとてもか。忍者突然が来たみたい。かかってな。いたがってもいいという攻略せよ。捕まえた。いい。難攻不落。
盤石。招かれざる仕事。慰めの意。どの目が出るか。捕まえたの。終わりにしよう。強制。分行し。どうせ。
近頃はごちゃごちゃした申請が多いな。すべて却下しておくとしよう。書記官の仕事はとても簡単だ。だからこそこの職位にいる。近頃はごちゃごちゃした申請が多いな。すべて却下しておくとしよう。書記官の仕事はとても簡単だ。だからこそこの職位にいる。近頃はごちゃごちゃした申請が多いな。すべて却下しておくとしよう。勉学に励んでも頭が良くなるとは限らない。教練院にいる者たちを見れば分かることだが。
書記官の仕事はとても簡単だ。だからこそこの職位にいる。勉学に励んでも頭が良くなるとは限らない。教練院にいる者たちを見れば分かることだが。書記官の仕事はとても簡単だ。だからこそこの職位にいる。近頃はごちゃごちゃした申請が多いな。すべて却下しておくとしよう。勉学に励んでも頭が良くなるとは限らない。教練院にいる者たちを見れば分かることだが。Mm-hmm.
近頃はごちゃごちゃした申請が多いな。すべて却下しておくとしよう。書記官の仕事はとても簡単だ。だからこそこの職位にいる。近頃はごちゃごちゃした申請が多いな。すべて却下しておくとしよう。書記官の仕事はとても簡単だ。だからこそこの職位にいる。近頃はごちゃごちゃした申請が多いな。すべて却下しておくとしよう。勉学に励んでも頭が良くなるとは限らない。教練院にいる者たちを見ればわかることだが。
近頃はごちゃごちゃした申請が多いな。すべて却下しておくとしよう。勉学に励んでも頭が良くなるとは限らない。教練院にいる者たちを見ればわかることだが、書記官の仕事はとても簡単だ。だからこそこの職位にいる。近頃はごちゃごちゃした申請が多いな。すべて却下しておくとしよう。勉学に励んでも頭が良くなるとは限らない。教練院にいる者たちを見ればわかることだが、書記官の仕事はとても簡単だ。だからこそこの職位にいる。
勉学に励んでも頭が良くなるとは限らない。教練院にいる者たちを見ればわかることだが。近頃はごちゃごちゃした申請が多いな。すべて却下しておくとしよう。勉学に励んでも頭が良くなるとは限らない。教練院にいる者たちを見ればわかることだが。近頃はごちゃごちゃした申請が多いな。すべて却下しておくとしよう。勉学に励んでも頭が良くなるとは限らない。教練院にいる者たちを見ればわかることだが。書記官の仕事はとても簡単だ。だからこそこの職位にいる。
勉学に励んでも頭が良くなるとは限らない。教令院にいる者たちを見ればわかることだが、近頃はごちゃごちゃした申請が多いな。すべて却下しておくとしよう。書記官の仕事はとても簡単だ。だからこそこの職位にいる。勉学に励んでも頭が良くなるとは限らない。教令院にいる者たちを見ればわかることだが、
書記官の仕事はとても簡単だ。だからこそこの職位にいる。勉学に励んでも頭が良くなるとは限らない。教練院にいる者たちを見れば分かることだが。書記官の仕事はとても簡単だ。だからこそこの職位にいる。勉学に励んでも頭が良くなるとは限らない。教練院にいる者たちを見れば分かることだが。近頃はごちゃごちゃした申請が多いな。全て却下しておくとしよう。
書記官の仕事はとても簡単だ。だからこそこの職位にいる。勉学に励んでも頭が良くなるとは限らない。教練院にいる者たちを見れば分かることだが、書記官の仕事はとても簡単だ。だからこそこの職位にいる。近頃はごちゃごちゃした申請が多いな。すべて却下しておくとしよう。
年も年だし、今後のことを考えんとな。勉学に励んでも頭が良くなるとは限らない。朝礼院にいる者たちを見れば分かることだが、
女盤石。暴かれざる。落下の日。近頃はごちゃごちゃした申請が多いな。すべて却下しておくとしよう。勉学に励んでも頭が良くなるとは限らない。教練院にいる者たちを見れば分かることだが、
書記官の仕事はとても簡単だ。だからこそこの職位にいる。星と深淵。星と深淵を目指す。無事今日の依頼。近頃はごちゃごちゃした申請が多いな。すべて却下しておくとしよう。
今日で試合も3日目だな。演舞で着る衣装の投票結果はもう出たのかな。人がいっぱい集まってるな。オイラにも見せてくれ。はあ、こんなにも票に差が開くとは。演武伝心のような稲妻ならではの試合なら絶対雅子さんの方が勝つと思ってたのに。予想通りの結果だ。オルツィ城事件簿は気鋭の人気作品だからな。物語も面白いし、挿絵のフォンテーヌ衣装も特徴的だ。それにオルツィ城の身分は神里家の御令嬢にふさわしいと思わないか。オルツィ城は強気でいたずら好きだし、神里家のお嬢様とは全然似ても似つかないけど、でもフォンテーヌ衣装を着る彼女を見れるのはなかなか新鮮でいいかもな。あれ、何言ってんだこいつら。なんか状況がいまいちわからないな。掲示板を見てみろ。演武伝心の衣装の投票項目は、お願い、私の戦火宮司に、オルチ城事件簿。待て待て、この間言ってた投票って稲妻の四季の風物詩じゃなかったか。いつの間に娯楽小説の主人公の衣装になったんだよ。これはちゃんと聞かないとな。申し訳ございません。投票用紙が入った2つの箱を取り違えてしまいました。小野寺さんが出張先から帰って気づいた時にはすでに結果が公表された後でして。はあ、秘密漏洩を防ぐためにわざわざ投票用紙に題名を書かなかったことがかえってあだになってしまいましたか。え、嘘だろ。本当に演武伝心できる衣装の投票にこんな問題が起きてるなんて。旅人さん、パイモンさん、あなたたちも投票の結果をご存知のようですね。おお、オイラたちどころか
ここに来る途中、みんなこの話題で持ちきりだったぞ。どうするつもりだ？神里さん、このような重大な失態を犯したのは私たちの責任です。今すぐもう一度投票を行い、その際にしっかりと説明します。いいえ、小野寺さん、少々お待ちください。まだ他の解決方法があるかもしれません。票を取り違えたことは私たち大会陣営しか知らないこと。一般の民衆は投票に問題があったことにまだ気づいていません。それに模擬試合で流行りの作品の衣装が出てくることについて特に不平や不満の声は上がっていませんでした。むしろ逆にそれに驚いて喜んでいるようです。大会の目的はより多くの人に試合に興味を持っていただくことである以上、この不手際がもたらした結果を失態のままにすべきではないでしょう。あやか、それってつまり。はい、この結果を利用しましょう。最後の模擬試合で私は投票結果の衣装を着て登場します。しかし、それではご迷惑をかけてしまいます。何しろ小説の登場人物の衣装は演舞の衣装のように戦闘のために設計されてはいません。大丈夫です。小説に登場したフォンテーヌ様式の普段の服装とは違いますが、慣れ…はい、模擬試合で最大限の…はい、お願い。あやか、小説の登場人物の衣装を着て模擬試合に出るなんて本当に大丈夫なのか？オイラたちの前で無理してないよな？ご安心ください、無理はしていませんよ。それにちょっとだけ嬉しいんです。今まで華麗な衣装を着て舞台に上がることを考えると、動きが綺麗かどうか、観客たちの期待に応えられるかどうかと、いろいろと心配してきました。しかし小説の登場人物の衣装であれば、そのように考える必要はありません。なぜなら作中の探偵のお嬢さんは我が道を行くいたずらっ子で有名ですから。これで模擬試合を見る皆様も伝統の形を新たな楽しみとともに味わえるでしょう。いえ、これだけではありませんね。私は心の中でいつか普段とは違う姿になることをずっと望んでいたのかもしれません。旅人さん、知り合ったばかりの頃にあなたはこうおっしゃっていました。リーユエ、モンド、それぞれの国の服装には違った特徴があると。あの時の私は自分もこの異国様式を体験できる日が来るとは思いもしませんでした。でも今はかつて叶えられないと思っていた願いもこうしてすぐ届くところにあります。それにお母様も昔異国の服装に憧れていました。今回またお母様の願いを一つ叶えてあげられます。こう考えると、この特別な衣装は確かに喜ばしいものと呼べるかもしれません。ひっ、投票を取り違えはしたけど結果的にいい方に転んだみたいだな。よし、問題も無事解決できたし、試合会場へ向かおうぜ。はい、旅人さんの実力を信じています。小野寺さんと服の採寸を済ませたら会場へ行ってあなたたちの試合を見に行きますね。
書記官の仕事はとても簡単だ。だからこそこの職位にいる。貴様の旅はここまでだ。
っそ離島で店を開くか。いっそ離島で店を開くか。いっそ離島で店を開くか。花と酒を手に景色を堪能しようとしたが、あの頃とはもう違う。悠々とまた。この童貞童貞につ近頃はごちゃごちゃした申請が多いな。すべて却下しておくとしよう。